ランの皆さん、そしてランからオンライン2020ご覧の皆さん、こんばんは。立憲民主党参議院議員の石川大我です。昨年はとても盛大なパーティーお招きをいただきましてありがとうございます。私本当に思うんですけれども、ランのように法律家の皆さんが私たち LGBT を応援してくださるのは本当に心強い限りです。私は LGBT の G、ゲイであることに気づいたのは小学生から中学生ぐらいの時でしたけれども、その時に憲法の14条法の下の平等を知って、この国で私つまり石川大我自分がゲイとして結婚ができない、つまり世間の言うような幸せになれないというふうに思った時に、この憲法14条があることによって自分は救われました。法の下の平等を定めたこの憲法14条が自分には適用されてないんだ、これをなんとかこの社会の中で適用されるように、しっかりと活動したいというふうに思ったのが、中学生の頃でした。そういった意味では、弁護士を中心とした法律家の皆さんがこのランの場で、私たち LGBT を応援してくれている、これ本当に心強く思っています。私は2019年から国会の場で法律を作る場所に、入ることができました。ランの皆さんとも協力をして、しっかり私たち LGBT が幸せになるための、平等になるための法律を一緒に連携して作っていきたいというふうに思っています。そしてまたランの皆さんの活動として一番ありがたいなというのは思うのは、外国の皆さんとの連携です。昨年は、香港の、ゲイの当事者の議員さんと連携をすることができました。知り合うことができました。世界の皆さんと知り合って、そして連携をして、私たち LGBT の暮らしの状況、そしてさまざまな人たちが、多様な人たちがお互いが助け合って、そしてその多様性を尊重し合って、そして生きていける、そんな社会を作る中心として活躍をしてくれるのがランの皆さんだというふうに思っています。今年は残念ながら皆さんとお会いすることができなくて、こうしてインターネットでの、ネット上でのオンラインでの開催ということになりましたけれども、またコロナが落ち着いて皆さんとお会いできることを楽しみにしています。一緒に頑張っていきましょう。立憲民主党参議院議員の石川大我でした。ありがとうございます。